DS BDS はい、スペル暫定キャントね、久しぶりにねこの部屋で撮ってます。なんでございます。で、なんでねここで久しぶりに撮ってるかというとね、前ね超汚かったんで、今日まで、ね、超汚かったんで、ここでね撮影ができなかったんですがね、綺麗にしました。すごくないですか、見てください。テテレテーテテレーテテレテーテレテテテテテレテテレテ、今日の商品紹介よっちゃー。はい、ということでね、今日セブン寄ったのでこれが売ってました。てーよっちゃんイカ焼きそばー。よっちゃんイカは知ってますでしょうか。僕は初めてよっちゃんイカと出会ったのはね、引っ越しセンターで働いてる時に、ね、隣のね同僚のね、同僚じゃないですけど先輩にねもらったよっちゃんイカを食べたのが初めてですね。その時にまあなかなか美味しいじゃないかっていう感じで、で当時は昔さ30円ぐらいで売ってなかったですか、まあ、ちっこいやつ。なんとこっちね、これ、まあ、ビッグカットなんですけど61円で売ってんですよ。もうこれ駄菓子のレベルじゃなくておつまみレベルですよ。ちょっともね許せないです。これ子供のためのねお菓子じゃなくなってる。まあなんか子供だけじゃなくてね、大人でもね美味しくいただけるのがまあよっちゃんイカだと思うんですが、それにねこれがコラボしました。でこちらね、よっちゃんイカがねそのまま入ってんじゃないのかって思いきやね違うんすよ。ここ見てください。当社品はカットよっちゃんを使用して商品ではありません。まあこうちっちゃくね書いてあります。よっちゃん食品工場の監修ね、先生の目があってね作られたもんですよ。めっちゃ酸っぱふりかけ付き。じゃあ久しぶりにねよっちゃんイカ食べてみましょう。ピンク色だっていう気がするんですけどね、違う種類なんですかね。いただきます。うん、あ、うまい、うまいっすね。これがねどうねうまくコラボしてるかはね見ものですよね。僕はすごく厳しいですからね。で開けてみましょう。よいしょ。カロリーはね654カロリーですね。スーパーカップって量でね攻めてる感じがありますけど、3分でできますね。ではやってみましょう。 A をここから開ける。でここまでタレとふりかけと火薬、これが多分よっちゃんイカの火薬ですかね。入れます。お湯を入れまーくん。こちらで3分待ちましょう。3分待ちやがれ。3分後に剥がす。と春巻きだっちょー。特製タレ、調味タレか、なんか赤いな。なんかこれだけ見たら何も入ってない麺じゃないか。ではね、ふりかけかけないバージョンでいただきます。いただきだんて。ポイントはね、どれだけねよっちゃんイカが再現されてるかがポイントですね。あと味とね値段、値段は216円でした。うん、焼きそばじゃないですね。なんか焼きそば感がないです。あの麺つゆにねそうめんを3日ぐらいつけたぐらいの麺ですね、これという味がします。麺つゆの味です。めっちゃ濃いや。よっちゃんイカのイカがすげえちっちゃい。全然わかんない。あと、しかもこれ、ただのイカですよ。マジで、麺しか食ってないような感じです。じゃあちょっとね、ふりかけかけてみましょう。これで酸っぱくなるらしいですね。さあ、魔法のふりかけ。あ、これでちょっと変わるんじゃないですかね。僕、酸っぱいのそんな好きじゃないんでね。多分合わないかもな。いただきます。まあ、よっちゃんイカ感は出てるんですけど、麺にね、よっちゃんイカ感が出てて、肝心のね、よっちゃんがいないんすよ。イカ娘が。もうマジで麺しか食ってないっすよ、これ。まあ、しょうがないっすよね。カップ麺なんで。僕はふりかけないバージョンの方が好きですね。あ、でもね、酸っぱさを表現できてんすけどね。肝心のイカがね、もう見えないんですよね。もうあるかないかわかんないし、イカ以外何も入ってないっていうね。ごちそうさまでした。はい、ではでね、なんか本当に麺しか食ってないっていう感じで、まあお腹ね、僕小食なんで満腹なんですけど、もうよっちゃんイカが好きで買った人はちょっとね、ショックを受けるようなカップ麺でした。まあこのふりかけをかけるとね、酸っぱい麺が食えるんですけど、酸っぱい麺とかも食えたもんじゃないんで、よっちゃんイカが好きだっていう人はね、一平ちゃんとよっちゃんイカを買って、こう混ぜて食ってみていかがでしょうか。まあ、断定スポイントは、まあ値段も高かったし、まあコンビニで買ったっていうのもあるんですけど、まあ具がね、イカしか入ってないというね、もうチープな感じで、まあ麺がね、結構もう多めだったんで、まあ大体、断定スポイント、ブ
5点。はい、まあ、これはねもう麺のね大阪ね、まあ、ポイントですね。もう麺しかないです本当に。麺が食べたい人はこれを買った方がいいです。では Bless you and serve you PDS 株式会社チャンネル登録よろしくよろしくよろしく。